大津彩香さんが選挙に出るということは、まあ、選挙人をバカにした人がまた選挙に出るということ で、でそういう人を、残念ながら神奈川県警ですとか山田らの集団、要は国会議員ですとか、あと総務省が、無視しているということでね、これ裁判所が認めちゃったんですよ。今年の3月21日に東京地裁の笹本裁判長がこれに関して有効ではないという判断をしちゃったことにより、ね、だから私は代表を移すと言っていますっていうふうに言ったことを19回が嘘である、もしくは有効でないことを選挙中に、代表者である大津彩香が選挙人をバカにした行為をしたってことね。19回も似たようなことをね。でこれ本当に移すんであれば移す手続きをしないといけないんですけど、ね、それをやってないということはね、移す気がないのに言ったということで虚偽の、事項の公表罪、もしくは有効ではない、代表者なのに有効な手続きを取ろうとしないで選挙中に、言った、要は選挙人をダマクラ化したということになるわけね。これダマクラ化してないんです、本当に変える気あるんでしたっつったら手続きをしないといけないし、まあ、4月の政党交付金はまあ微妙なところでありますが、時期的には非常に微妙ですが、だって3月29日に言ってて4月5日に出したんだから、ね、私が出したようなものですって言ってるから、出したようですか、出したようですと言ってますからね、まあ、まあ4月は100歩譲って何度も言った通りに、まあ、ごめんしたとしても7月は免れないよ ね。7月っていうのは総会を開いてないから千葉県内に置かないといけませんよと言いながら千葉県内に登記を変更したわけだから、ね、だから付与法の法律でやってた登記変更が前の先生なのか失敗小僧さんなのか別の人か分からないけど、ね、登記変更をかけたわけだから、ね、それ大津彩香さんができないでしょ。大津彩香さんにの指示かなんかで変えたわけでしょ。でその大津彩香さんの指示かなんかを受けた人が全然知らない名前の人だったらいいんですけど、もし失敗小僧さんであればね、一連の流れを知った上でやってるわけでしょ。ということは、千葉県内から千葉県内に移すということは総会が開催されてない、すなわち立花久美は7月3日までの間に辞めてませんからね、7月3日以降に、やるんであれば千葉県内じゃなくて東京でもいいわけ、ね、彼ら自分たちで規約変わってないんで一旦千葉県内に置きますっつってんだから、ね、それが7月10日付とかかな、3日とかの役員会で決めて、それから総務省かなんかに、総務省か分かんないけど、届け出て変えたわけでしょ。千葉県選管なのかちょっと分からないですけどね。だから非常に怪しいわけ、ね、で実際は7月3日に変えたんじゃなくて9月のエンドか10月の頭に変えてるんでしょ。でバックデートしたわけでしょ。政治資金規正法違反じゃん、政党助成法違反じゃん、7日以内に届け出ないといけないわけでしょ、変更届のね。でこれは変更されてない有効な手段じゃないというわけでしょ。ということは公職選挙法違反じゃん、大津彩香ね、その人がまた選挙に出るっつっても総務省とか神奈川県警とか山田とかね、こういう指揮者みたいなちゃんとしたなんつうか国民のために、奉仕するという頭がないといけない人たちね、総務省とか、神奈川県警とか山田とかね、山田なんて国会議員ですからね、だから国立大学でそういうことを教えたんですかってこと。我々の税金で勉強して京都大学とか東京大学行った人がね、我々の税金でね、まあ山田自身も出してるとは思いますがね、国立大学っていうのは我々のお金が投入された、そこで教育を受けた人がね、日本国民のためじゃない、要は犯罪でしょこれ、ね、代表者って選挙に出てんのに、ね、その選挙運動機会にやめます、代表やめます19回も言ってて、本当にやめるの手続きをしてやめるんだったらまだしもね、まあちょっと多少遅れちゃいましたとかすいませんとかってなるんだったら、まあちょっと可愛げあるところでごめんしてやるけども、その後何も手続きしないわけでしょね。5月10日の穂高ちゃん開いたやつは認めないっつってるわけでしょ。
で、ほだかちゃんと私言ってたはずなんですよ。ね。ほだかちゃんは立花さん寄りで言っててくれた人なんです。多分その時にはレスラーじゃないんじゃないかなと私は思いますが、ね。ほだかちゃん何にも知らないで多分やってたと思うんだけどね。ね。だからほだかちゃんは後々何も今言わなくなってきてるのは NHK と近畿支部の話あるからだと思うんだけど、ね。詐欺破産罪が見られていった時に NHK と近畿新聞まで行く可能性があるから、だって1億円限定で集めますって言った時にはもう党員だったわけでしょ、ね、党役員だったわけでしょ、穂高さんはね。だから、可能性としてはあるんですけどね。で、あの時に穂高ちゃんと一緒のことを言ってたんだけど、私はね、それは大津赤さん側に立って言ってたんですよね。期間決定っていうのは一人じゃ無理ですよ。期間決定じゃない、一人の独裁を装って期間決定をしてたんですよ、立花隆はってことね。これ皆さん、立花隆の独裁っていうのは立花隆の独裁でやってるん、これ何回も動画、多分去年動画やったと思うけどね。ここに来てみんなわかるでしょ、立花さん一人で決めてないんだって。立花さんが週1回か2週間に1回かわかんないけど、オナニー会見と呼ばれてるやつ、それはオナニー会見っていうふうに言ってるのは、サーファーさんね、高澤さんじゃなくてごめんなさいね、サーファーさんでしょ。で、その会で文句ないですよねっつって、いいですよってなってるんだから、あれが期間決定だから、私からしてみればね。だから独裁を装った期間決定やってんだって。で、逆に言ったら本当に独裁だったらダメなんですって、政党公女性法違反ね、政党女性法の中で書いてあるから。だから政党が届け出ている規約を違反している行為になっちゃうから、大津赤さんが立花組とかを粛清したらね。ってことは大津赤さんが独断で5月10日を認めないとか言葉で言ってるけど、そういうふうには、ね、実態上はなってないわけ。ということは、まあ、プロレスの証拠物になっちゃう、ね、で、そこプロレス云々じゃなくて、まずこれっていうのは公職選挙法違反だからね。だから私は代表を移すと言ってますっていうのは、これ代表を辞めますってことでしょ。代表を移すんでしょ。いつ辞める、移すんですかって言わないといけないじゃん。だって選挙に出てんだから、ね。手続きしないといけないわけだから、ね。虚偽事項の共謀罪っていうのは、ね、虚偽が、虚偽であることを証明された瞬間に成立するんだから、法律要件として。ね、これ虚偽でしょ、ね、嘘でしょ、代表移してないでしょ、1年以上経ってんのに。嘘でしょ、それを認めたのよ、裁判所が。だ笹本裁判所が3カウントを入れちゃったわけ。今まで、ね、安倍四郎レフリーが 2.5、2.5 っつってきたのに、ね、安倍四郎ね、ヒャマダとかを、私、神奈川県警にヒャマダを通報してんだけど、ね、神奈川県警とかからお問い合わせあったかもしれないね。変なやつから電話来ましたとか、お問い合わせあった、まあ、それもすらやってないかもしれないけど、ね。それに対して、総務省は、あれはあれで 2.5 ですって言ってるわけでしょ。ね。それを今年の3月21日に寄せばいいものを、ね。ね。寄せばいいものを笹本裁判長にがやっちゃったから、仮のやつで やめとけばよかったのに、いいのに、ね、それが続けちゃったもんだから、裁判長が、29回っていうのはこれ有効じゃないっつったわけでしょ。代表として有効じゃないことを代表として選挙期間中にやったね、犯罪じゃん。それ以上の犯罪ないでしょ、235の1でしょ。ね、ね、代表を移す気ないのに辞めますって言ったら虚偽でしょ。虚偽じゃないとするんだったら移さないといけないわけ。ね。これ移す気は、気持ちは本当にありましたって言ったら、ね。こっちでやられるの。違う公職選挙法でやられるの。ね。代表として出てるのに、その代表じゃないということを表明して、その手続きをやらなかったという方の公職選挙法よ。ね。詰将棋でもう挟まれてんのよ。こっちかこっちかで必ずやられるのよ、これ。ね。それを全部スルーしてる、総務省。ね。これやられないから大丈夫なんでしょ、法律要件とかないんでしょ、じゃないんですよ。ね。やばいから、警察とか全部に電話してるし、いや、まあ通報してるし、だから、やばいから動かないだけですよ、これ。ね。
あの小池百合子と玉木雄一郎と同じ、あれは玉木雄一郎 と、小池百合子が逮捕されないで、翼の塔が逮捕されてるのは翼の塔が一方的に悪くて、玉木雄一郎と小池百合子が、悪くないんですねって言ったら大間違いだからね。じゃあその証拠を出してくださいと、ね、ビデオを見てくださいと、YouTube ライブで配信されたアーカイブ見てくださいとね。その中にはね、小池百合子とか玉木雄一郎とかが警察の犯罪行為まで入ってんだから、ね、鉄柵持ってきて一般の人の交通の妨げをして、ね、買い物客がそっち行きたいんですけどつってもね、交通の人がちょっと今ここで演説かなんか演説会がありますのでそっち行ってくださいつってね、わかりますか？それね、翼の塔のためにやってんじゃないんですよ。無所属の乙武のためにやってるわけですよ。で、無所属の乙武はね、なんで車上の上でできるんですかって、ね、車上の上でできないでしょ、ね、そもそも警察動いてる時点で特定公務員が、選挙運動に加担してるってことだから、特定の候補者に対してやるのね。警備ダメだって、警備やりたいんだったら箱の中でやりなさいって、ね、外の中でやればトランプ大統領と同じよう、いつになったら反省するんですか？安倍さんの件いつになったら反転するの？山上がなんで公選法違反で不起訴になったか知ってる？ね、公選法違反の、要件がないからとかね、テレビ公明課の言うところの、なんだっけ、公判が長くなるからじゃないんですよ。ね、公選法違反やってなくても公判長くなってるでしょ、オメガ。ね、適当なこと言うなよ、オメガ、テレビ公明課。ね、山上のがプシュンされた時は警察の責任というよりかは今まで代々あの公選法違反がスルーされてきたんでしょ、つか警察と一緒になってやってきたわけでしょ、そもそもが、ね、ある特定の、もうほぼ自民党とかそういうところを、ね、手厚く警察が選挙運動をしてきたわけ、ね、そういう選挙運動を助けてきてるわけ。逆に言ったらば、まあまあ私は諦めさせる行為だと思いますけど、投票に行くことを諦めさせる行為をやってんの、ね、はい、そうだから選挙バカにしてるんだって、この総務省も神奈川県警つか警察ね、警察も浜田も国会議員もね、何とでもなると選挙人なんてどうせ公選法なんて知らないから、公選法違反してても、ね、公選法違反してないやつでもぶち込んで公選法違反してるって言えばそっちが犯罪者みたいな感じで印象つけられるでしょっていうふうにバカにされてるんです、国民は。で、その大津やかが出ようとしてるのに、なんで皆さん大津やかが辞めますって言ってる公選法のやつを騒がないの？全員じゃあレスラーです、純レスラーです、そういう YouTuber 純レスラーね。公職選挙法違反をした大津やかがまた選挙に出れるのは何でですか、ね、それは違反をしてないからじゃなく、ね、浜田とか、神奈川県警とか総務省とかその YouTuber ら大津やかを審判であろうがアンチであろうが、ね、大津やかを叩く人であろうが、大津やかを支持していく人であろうが、その公選法違反という犯罪行為には目をやらない。それは人に目をやってるから、その行為に目をやらないから、ね、国政政党の代表者が代表をやって私辞めますって言っているんだよ、選挙期間中に。公選法違反でしょ。ね、それで辞めるんだったら辞める手続きをしないといけないわけ、ね、で手続きをしなかった方の公選法で行くのは80何条だったか分かんないけど、神奈川県警に変更届を出さなかった方で行くの、ね、その後 すぐさま目黒区議選とか出てるよ。それは どっちで行くの？それ235の1で行くの？それとも88で行くの、ね、どっちかだから。目黒区議選にそのまま代表で言っているよ ね、3月29に行って目黒区議選はもう代表者で出たよね。どっちで行くの？235の1で行く、88で行く、目黒区議選どうする、ね、どうもしないんです、みんな無視するんです、ね、それ大したことないと思ってるから。じゃあそういう選挙じゃん。今回の小池百合子でみんな分かったでしょ、ね、警察とかむちゃくちゃやってても権力と金があれば何でももみ消せますっていうことでしょ。だからそんな選挙やったって意味ねえじゃん、ね、小泉進次郎が首相にな、あの自民党総裁か、自民党総裁になるかもしれません、どうでもいいっての。
だって法律破ったって 何したって言うわけでしょ、ね、センゼローの講演会の、事務所の、ね、バーチャルオフィスじゃないかと言ってたの分かる、シンゼローの、ね、シンゼローの親戚かなんか分かんないけど、ね、普通の家なのに印刷機とかワンサかあって1億か何億か分かんないけど相当な金が流れてんだよ、ポスター代みたいな形でね、分かんないけどね、バーチャルオフィスってそういう疑いを持たれるんだよ、そもそもが。だからバーチャルオフィスぐらいでどうのこうのっつってたでしょ。違うんですよ、誰がバーチャルオフィスでやられるかだよね。センゼローのやつはメディアで撮られたけど、そこの人たちだけがやられたのかシンゼローやられたのか分かんないけど、なんともなってないでしょ、バーチャルオフィス。ねね、印刷機とか大量にあってガン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 印刷機の音とかするはずなのに一般住宅にあって全然そういう気配感じませんよって周りの人たちが言ってるやつね。ね、広井正樹さんのやつで言ったらば3階建て307号室の2階建てなんだけどっつって、多分2階建ての 2階に30なんていうポストじゃなくて部屋がありますとかって、そんな偽造工作かなんかやってんじゃないの今。わかんないけどね。訂正しない場合はそういう言い訳になるでしょうし、訂正してくるかもしれないし、20なんとかってね、訂正してくるかもしれないし、それはちょっとわからない。まあその場合だったとしても、バーチャルオフィスじゃなくて住所ですっていう話になるでしょ、広井正樹の住所ですって話になってくる。はい、以上です。